ローマ時事、テニスのイタリア国際は18日、ローマで行われ、男子シングルス準々決勝で世界ランキング24位の錦織圭、日清食品。が元1位で現在18位のノバク・ジョコビッチ、セルビア、2-6、2-1、1-6、3-6で逆転負けし、2年ぶりの4強入りを逃した。第1セットを奪った錦織は第2セットで相手の反撃に遭い、最終セットは 3-2 の第6ゲームでブレークチャンスを逃し、直後のサービスゲームを破られ突き放された。ジョコビッチとの対戦成績は2勝13敗で12連敗となった、時事通信社。